どうも、宇宙ヤバイチャンネル、中の人のキャベツです。今回は、宇宙マイクロ波背景放射というテーマで動画をお送りしていきたいと思います。まず最初に、宇宙マイクロ波背景放射とは一体何なのかという話をしていきたいと思います。私たちの目にする可視光線、これは光、俗に言う光というんですけど、これは電磁波というものの一種となっています。電磁波というのは波長ごとに呼び名が異なっていて、可視光線よりも波長が長いものには電波、そして赤外線といったもの、そして短いものには紫外線や X 線、ガンマ線などといったものがあります。なので、重要なのはこの可視光線を拡張したものが電磁波であるということになります。宇宙マイクロ波背景放射、または単に宇宙背景放射と呼ぶこともあるんですけど、それは宇宙の全方向からほぼ同じくらいの強度で地球にやってくる非常に弱いマイクロ波なんですね。ちなみにマイクロ波というのは先ほど紹介した電磁波の中でも電波という括りが最も波長が長い分類だったんですけど、その電波の中にマイクロ波というものがあります。で、今回はこの宇宙背景放射が一体どんなに重要でやばい現象なのかというのをできるだけわかりやすく紹介していきたいと思います。それではまずは観測されるまでの簡単な背景のおさらいをしていきたいと思います。20世紀の前半頃まで宇宙は定常的であり、時間とともにその基本的な構造が変化せずに、そのために宇宙の始まり自体が存在しないとする定常宇宙論という考え方が基本的なものでした。そんな中でアメリカの物理学者ジョージ・ガモフ博士は1948年に宇宙には始まりがあり、最初は非常に小さく高温な火の玉であって、その後膨張して温度が低下し、そして現在の姿の宇宙になったとするビッグバン宇宙論というものを提唱しました。そして仮にこのビッグバン宇宙論が正しければ、現在の地球で宇宙背景放射という電磁波が観測できるというふうに予測されていました。そんな中、1964年にこの宇宙背景放射が実際に発見され、それまでに主流だった定常宇宙論からビッグバン宇宙論がこの宇宙の在り方として正しいというふうに支持されるようになり、そして現在に至っています。では宇宙背景放射の正体は一体何なのでしょうか。まあ、結論から言うと、これは宇宙最古の電磁波ということになります。宇宙が始まった直後、宇宙は人間の目ですら認識できないほど非常に小さく、そして超高温の世界でした。その後急速に膨張していって温度が低下していきます。宇宙が始まったビッグバンの瞬間からしばらくは、宇宙自体が非常に高温であるために、宇宙にある物質は、この原子核と電子がお互いに離れ合って自由に動き回る、電離した状態、まあプラズマというんですけど、プラズマの状態にあったと考えられています。当時の状態だと、電磁波は自由に動き回る電子と相互作用を起こすために、その宇宙空間の中を直進することができなかったんですね。そのため宇宙全体が、霧や雲に包まれていたように、視界が開けていない状態が続いていたというふうに考えられています。このような状態は現在の宇宙でも、太陽のような恒星の内部で起こっています。恒星の内部では、高温で電子が原子核に拘束されず、空間を自由に動き回ってます。そのため恒星の中心部で放たれた電磁波というのは自由電子に影響されて、この恒星の内部を直進することができません。太陽の場合だと、中心で放たれた電磁波は実に10万年以上もかけて、この表面にようやく到達して、その後宇宙空間に飛び立っていくそうです。宇宙誕生の瞬間からしばらくはそういった状態が続いていたそうなんですが、誕生から約38万年ほど経つと、宇宙の温度は約3000度にまで下がり、自由電子が、この原子核と結びついて原子という構造が構成されます。するとようやく宇宙内にこの自由電子がなくなった、状態になるので、邪魔者がいなくなって電磁波というのが直進できるようになりました。このように宇宙の誕生の瞬間から約38万年後に、それまでは直進できない電磁波で満たされていた宇宙全体が直進できる電磁波で、満ち溢れるようになった瞬間のことを、宇宙の晴れ上がりというふうに呼んでます。この宇宙の晴れ上がりの瞬間に宇宙空間を直進できるようになった最初の電磁波というのは、その後宇宙の膨張とともに波長が伸びていって、温度が低下しながらも、
この宇宙空間を常に満たし続けていると考えられています。現在の地球でも、宇宙の全方向からやってくる晴れ上がりの瞬間の最初の電磁波を観測し続けることができます。つまりは、宇宙背景放射の正体というのは最初にこの宇宙空間で直進できるようになった宇宙最古の電磁波であるということになるんですね。温度があるすべての物体はその温度に応じた波長の電磁波を放ってます。これは熱放射と呼ばれる現象です。人間の体温程度であれば、この赤外線という波長の電磁波を放つんですけど、さらに、表面温度が高温で数千度単位にもなると、より波長が短いこの可視光線を放ったりもします。例えばなんですけど、1000度を超えるマグマというのは真っ暗闇でも、真っ赤な光を放っているように見えますね。あれは、赤い可視光線を放っています。そして表面温度が数千度の恒星も人間の目に見える光を放っています。そのため宇宙の温度が3000度の時に放たれた最初の電磁波というのは、おそらく可視光線だっただろうというふうに考えられます。しかし、その後宇宙の膨張とともに光の波長が伸びていって、現在では3ケルビン、より身近な単位で言うと、マイナス270度、それぐらいの温度の物体が熱放射で放つ電磁波とほぼ等しい、この電波の中のマイクロ波という形で、地球に到達するようになっています。当時はこの可視光線だったのが、宇宙の膨張とともに波長が伸びて、電波の中のマイクロ波にまで、伸びてしまったということになるんですね。仮に宇宙の始まりが高温で小さい火の玉であれば、その後現在の姿になる過程で宇宙が先日の通り放射で満たされて、さらにそれが現在でも観測できるというふうに予言され、実際にそれが発見できたという過程は本当に胸が熱くなってきます。はい、それでは最後に宇宙背景放射の揺らぎについて話していきます。宇宙背景放射はどの方角から来るものも均一でムラがないというふうに思われていました。これは初期宇宙における物質の密度もムラがなかったということを示しています。ですが、現在の宇宙のように恒星があり銀河があり大規模構造があり、つまりは、空間ごとに物質の密度にムラがある宇宙に進化するためには、宇宙の初期から物質の密度にムラがある必要がありました。初期から存在していた物質の密度がわずかに高い場所では重力で多くの物質を引き寄せ、さらにそこでは、物質が集まることによって重力が高まり、どんどんと周囲の物質をより引き寄せて、その循環によって物質の密度がより、ムラが大きくなって、現在の宇宙のような、たくさん銀河が存在する場所と、全く存在しない、ボイドという空間があるんですけど、そういった密度が完全に分かれてしまった構造に進化してきたわけなんですね。そのため、当初観測された全くムラのない宇宙背景放射というのは、現在の宇宙の姿を説明しきれないという問題点を抱えていました。ですが NASA の探査衛星 COBE や WMAP、そして ESA の探査衛星プランクによる観測によって、宇宙背景放射には、10万分の1度という非常に小さい温度の揺らぎが存在しているということが明らかになりました。この温度揺らぎの発見によって、初期の宇宙にも物質の密度のムラが存在していたということが明らかになり、宇宙の進化の理論に矛盾がないということが示されたんですね。このように宇宙背景放射は宇宙がどのように誕生したのか、初期の宇宙はどのような環境になっていたのかなど、極めて重要な情報をもたらしてくれる本当に偉大な発見だったということになります。はい、ということで今回の動画は以上になります。この宇宙ヤバイチャンネルではこういった宇宙関係の動画を日々投稿しているので、ぜひ宇宙に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。それでは中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。サブチャンネルの科学ヤバイチャンネルではアニメーションを用いて宇宙に限らず広い科学分野の動画を投稿しています。こちらも合わせてご覧ください。